ラストバッターのキャッチャー吉田なんですが、初球、これも外角から外の中に入ってくるボールですね。はい、まあ、とにかくこの当たりは良くなかったんですけどね、風もありましたからね。今シーズン第1号プロ入り2本目です。しかし今度はこの福本の盗塁になるかという一つのね、はい、興味が生まれたんですが、まあね、吉田の投げた位置が非常にタッチのしやすい位置で来ましてね、はい、二塁、そして吉田、これなんかど真ん中の球ですね。当たりが良すぎてですね、フォームに突くことができなかったですね。はい、久保寺は三塁にストップ、ツーアウト三塁一。9番に入っている吉田からレフトオーバー、あわやホームランでしたね。これ松沼もね、はい、もう山内と同様ですね、追い込んでから球がみんな高いんですよ。この吉田ツーナッシングですね。そうでしたね。小寺には代走中尾を起用して吉田です。吉田バッティングのポイントを決め、あの完全に把握しました。はい、思い切りがいいですね。思い切りがいいですね。はい、チームが良くなってきました。6対2になりました。その1球目、近鉄ベンチはスクイズのサイン、谷が空振り、中根が飛び出してキャッチャーからの送球に刺され、ゲームの流れを変えてしまいました。向こうはね、2年間ぐらいね、はい、その間にね、ものすごく叩き込まれるらしいですね。なるほどね。だから体、ものすごく良くなるんですね。レフトへ飛んでいった、大きな当たりです。入りました。吉田博之の今シーズン第3号のホームランが出ました。4対2、南海がまた2点のリードを奪いました。突き放しました。インサイドのシュートなんですけどね、外のボールは比較的抜いて放ってるんですね、はい、ですから、あ、見せながら勝負に行く力で抑え込もうとするこのインサイドのシュートもやっぱり全力投球ではないわけなんですね、メリハリがちょっと足りないなという気がしますね。さっきから思った一塁に入ってます村上が浅めの守備、ノーアウト一塁二塁、村上が取ります。ランナーが進塁する、三塁もセカンドも諦める、一塁でカバーは大石、送りバント成功でワンアウトランナー二塁三塁。